の村田クビやって言われたらしいんですよね。あ、そうなんですか。だから逆にそれでもちゃんと出て、はい、サイドスローに投げたことによって自分の役割が増えてきました、はい、でも普通はああいうけどやっぱり自分 の、 そのバッターにしてみると体の方向に来てると思うんですよね。あ、それは手の位置がそうだからなんですか。もう体の使い方だと思うんだ。もう 1,2 の3で振りに行ってるみたいなもんですからね、はい、もうねこのピッチャーも。そうですね、本当にこう今までこう横手林がこれ出てきてなければサイドスローにしたことによっての転機っていうのはすごく